当たり前だ。廊下に見えなければ相当疲れている。なあ、そうだな。自分もここを歩くのは数年ぶりだ。ゆえに感動している。なあ、そのせいで誕生日を祝ってやっているのになぜ喜ばないんだなどとよく誤解され怒られる。感情のまま騒いだりできればいいのだが、年のせいか性格の問題か、そういう振る舞いができないのだ。ああ、そうか、うん、すまないが、そういうことを言うのは控えてくれないか。なあ、その、君に少しでも褒められると調子が狂う。今狂うのは困る。だから、な。警察官の復職手続きには1週間程度かかるらしい。その間は新会員の宿泊室に滞在することになり、家には戻れないが構わないか。そうか、分かっているのであれば結構だ。余計な気遣いだったな。お前のことはハウンズの一人、ラザレフ・ヒューゲルで登録してある。あいつは死闘で死んだため、ザクスは上界へ死亡報告を出さなかった。簡単には知られないと思うが、お前の正体が明るみに出る前に真犯人を探すことだ。できそうか。自分が思っていたよりいい部屋だ。そうだ、受け入れがたいだろうが。ああ確かにそうだな。あれはひどかった。ベッドが空いていなければソファーや床で寝させられたからな。早速だが、明日からの行動を確認してもいいだろうか。どうした？ああ、なるほど。ザクスと剣を交えたこともある。体が疲れているのだろう。明日からのことは明日考えるとして、今日はもう休むとしよう。
そうしてくれ。疲れていては判断が鈍るからな。明日から改めて励めばいい。ああ。だが大切なのはここからだ。自分は自分の、お前はお前の目的を果たさねばならん。ああ、もしかして起こしてしまっただろうか。なあ、目が冴えたから礼拝堂に行こうと思ってな。まあ、構わない。早速、支度をしてくれるか。人のいないうちに行きたい。好都合だ。考え事をするにはちょうどいい。いや、そんなことはない。普通か、それ以下だ。下界では、ユネ様に祈る心の余裕を失っていたからな。その時の分も含めて祈るため、ここへやってきた。心の余裕のない時ほど、来てほしいものだけどね。ユネ様、失礼いたしました。そういうのはいいよ。今は他に誰もいないし、気軽にしてほしい。気軽と言われても。二人ともガチガチだね。まあいいけどさ。それは愚問じゃない？ここは私の聖域だよ。朝早くに目覚めたんだけど、やることがなくて歩いてたらここへたどり着いた。ただそれだけだよ。お前たちだね。下界から戻ってきた子たちというのは。自分のことをユネ様はご存知なのですか？
軽くね。国で起こることは日々報告させてるんだ。下界から戻れるものは少ないから印象に残っていた。それハウンズでの任務ご苦労様。お帰りなさい、上界へ。ありがとうございます。自分はここへ戻ってくることを悲願とし、日々励んでおりました。帰還することができて心から嬉しく思います。そうなんだ。上界を離れたら私もそれだけ自分の環境をありがたがれるのかな。それじゃあ私は失礼するよ。二人ともなくしたものを取り戻せるといいね。何？どうしたの？どうだろうね。わからない。わからない方が楽しいこともある。大丈夫。私は大事な時にしか動かないから。お前はお前の思い描いたまま進むことだ。見たか、今の。ユネ様だ。あのユネ様、本物のユネ様とお話ししてしまった。信心は関係ないだろう。ユネ様だぞ。本来自分などが言葉を交わすことのできない存在。まあどうすればいい。まだ動悸が激しい。脈も乱れている。そうか。そうだな。そうだとも。どうしてお前はそれほど冷静にいられるんだ。ユネ様と言葉を交わした奇跡を何とも思わないのか。そうか、なるほどな。子供に対するような言い方をされると照れる。自分も冷静にならねばな。笑うんじゃない。あの方は別格だ。舞い上がるのは仕方のないことだ。なあ、本当にな。気を抜いてはいけないと思うものの。お前は今日はどうするつもりだ。なんだと？最初からそんな調子でいいのか？
自分は今日はお前に教わった公開会議というものを見に行くつもりだ。なあ、あいつの死には政治家が関わっているはず。一般市民に見学が認められている公開会議なら難なく顔ぶれを確認できる。手がかりを探したい。なあ、お前がしたいならそうしろ。ただし目立たないようにな。お前が戻ってきていると知られてはまずい者もいるだろうからな。そろそろ会議場に着くが、準備はいいか？問題ないだろう。この制服がハウンズのものであると知っているのは限られた役人と警察官のみ。他の者には新官員の何かしらの役人としか見えないだろう。何より自分はまだ手続き中であり、警察官に復帰していない。勝手に制服を着ることは許されない。しかし自分はともかく、お前は顔なじみもいるだろう。できるだけ顔は見せないように。ただし不自然でない形でな。自分の背に隠れていれば問題ない。では、行くぞ。それがダメだな。無学な自分には議論の内容が理解できない。この日のためにお前から貴族や政治について学んでいたというのにな。そうだ、学の浅い自分は貴族が政治を動かしていると思っていたからな。
フィッツジェラルド。ほう、知り合いなのか。婚約者？彼はどういった人物なんだ。お前にとってもか。なるほど。勘で動くことは避けたい。彼を頼りたいと思うが、お前は構わないのか。彼と接触する以上、正体を明かすことになるぞ。そうか。ここは敵地のようなもの。踏み入れた時からずっと不安だ。だが、お前が納得しているのならそれでいい。お前の案に従おう。では閉会後、自分が彼に声をかけよう。どこか静かに話せる場でお前と引き合わせる。それでいいか。ああ、しかし議会中の静けさ、なかなか眠たくなるな。自分はきっと政治家にはなれない。同感だ。お前は政治家よりも警察官の方が向いていると思う。この先どうなるかわからないが、願わくば共に復職したいものだ。本当に彼女はここにいるのかい？ああ、間違いない。君はもしかして。そうか、驚いた。そんな髪型だから一瞬誰かわからなかったよ。そうか、僕は君の長い髪が好きだったんだけどな。
僕らの婚約はなくなったけど、君をずっと心配していた。下界は危険な場所だ。勇ましいお嬢様でも大変なんじゃないかと。お嬢様？そう、彼女はお嬢様。どんな立場となっても、その姿、その眼差しは濁ることがなく綺麗で、僕の心を掴んで離さない。どうしてここへ？下界へ送られたという話は間違いだったのかな？自分のことは後でいい。まずはお前の事情を説明してくれ。無実？ああ、思った通りだ。君が人殺しなんてするはずがないと信じてた。ああ、君のことを知らない者はあれこれひどいことを言っているようだけど、僕は君の高潔さを知っているからとても心が痛かった。でもそうか、無実だったのか。よかった。ところで、犯人の目星は？心当たりはあるのかい？近づけないって、どうし？ああ、なるほどね。あれから時間が経過してるんだ。新しい証拠を探すのも大変だろうね。僕でよければ協力させてくれないだろうか。少しは力になれると思うんだ。ああ、新米議員の僕がどれだけ役に立てるかわからないけどね。大切なお嬢様のために力を尽くすよ。常に忠誠を。僕は警察官ではないけれど、正義を信じる気持ちは同じだから。いや、自分はいい。手がかりになりそうなことを思い出した。まずはそちらを当たろうと思う。フィッツジェラルド君、自分を信じ彼女に会ってくれたことを感謝する。感謝したいのは僕の方だよ。いきなり彼女の名前を出された時は驚いたけどね。これからいくつか調べて、今日中に何らかの連絡を取るようにする。それ。彼のことを本当に信頼してもいいのか。物分かりが良すぎると思わないか。ああ、お前の話を微塵も疑わず力を貸すと自ら申し出た。お前に協力して彼に何の利がある？なあ、そうだ、だからお前に尋ねているんだ。彼を信頼していいのかと。お前の運命を簡単に彼に預けていいのかと。託してしまった今、後戻りはできないがな。
婚約解消と言っていたな。それは罪人となる前の話か。なるほど。下界へ降りる以外に婚約が解消されることもあるとは知らなかった。何をうなっている？悩みがあるなら打ち明けてくれ。遠慮はするな。ここには自分とお前しかいない。他言はしない。なんだ？自分は未婚だ。結婚の準備をする前に下界へ降ろされた。下界へ降ろされた者の婚約は抹消される。自分の婚約者は別の者と暮らしているに違いない。付き合い？付き合いも何も、たまに会って話すくらいだ。自分は仕事の方が大事だったから交流はあまりしなかった。大抵の者と同じく、定められた者と定められた日に結婚し、定められた人数の子供を育てる。そんな生活を送るものだとばかり思っていた。See ya。大切？なあ、そうだな。そうだった。彼女は、ハウンズの前リーダーでな。とても強く、凛としていて、素晴らしい女性だった。彼女もまた、君のように無茶をする性格でな。自分もザクスも、たびたび困らされていた。君を見ていると、時折、スヤを思い出してな。そのせいで口にしてしまったのだろう。そうだな。上官として好きだった。だが、異性として意識するのは難しいな。スヤは誰か一人のものになるような人ではなかった。性別不詳、女を捨てた女、などザクスがよく愚痴っていたものだ。ああ、昔はああではなかったんだ。本当に、経験は人を変える。もし彼女が生きていたら、お前とザクスの関係も違っていただろうにな。残念だ。昔話はこれまでにして、大事なのはこれからだ。何が起こるかわからない。何か起こってからでは遅い。十分注意し、行動すること。いいな。
戻った。ああただいま。そんな風に迎えられると我が良くないな。警察官時代の私物を探していたのだが、ここを去ったのは4年前だ。保管庫のどこに置かれているのかわからない。あ、パートナーの形見の聖人ユネの印が施されたペンダントだ。譲り受けた時、その中に誰かの名を書いた紙が入っていたことをふと思い出した。その名を知りたいのだが、保管庫は物で溢れていてな、あの中から探すのは苦労しそうだ。だが一つ成果はあった。事件について知人と会うことになったんだ。重要な情報を知っているかどうかはわからないが、一歩前進したのには違いない。あ、お前はどうだ。フィッツジェラルド君から連絡はあったか。今日中と言っていたんだ。まだ慌てなくていいだろう。どうだ、外を少し歩かないか。なあ、もう日は落ちている。目立った行動さえ慎めば誰もお前に気づかないはずだ。どうだろう、自分と出かけないか。